つけたら固有がお願いします。はい、というわけで今回もですね、玉おさば覗いていくんですけども、今日は神プレイのねチャットを見ていきたいと思います。あんまりねゲームをプレイできていない、なのでちょっとここで目を温めてゲームに臨めたらいいなと思ってるんですよ。今日さあ今日結成は、今日はどんな動画がですね貼られているのでしょうか、見ていきたいと思います。よし、これ見るか。直撮り感半端ないけど、これ大丈夫かな。おお最後のおたけび聞きたかったよ。なんかここうんち漏れちゃったみたいなね、そんな声が聞こえたんですけど、うまいね。素晴らしいでございます。それでは次行きましょうか。これはエイペックスレジェンズかな。この動画サイズならまだ直撮りの方がまだいい。なんだこれ、なんでこんな、なんでこんな入れ替わってんだよ君の名は。かはい、続いてはですね、コールドさんのマップやってたら化け物が出てきたということで、どんな化け物が出てきたんでしょうか、見ていきましょう。これタイマンマップかな。うん、どういうこと。くそうぃー、ザストどういうの。ニュースです、ニュースです。フォートナイトで初めて妖怪が出ました。はい、続いてなんですけど、こちらニルさんですよね、これエーペックスでめちゃくちゃうまいパッドの人の。やばいねこれは。うん、これが本物の化け物や。はい、続いてはこちらアスくんのクリップっていうことでね、アスくん見ていこうかな。これはなんか、うん、クリエからなんですかね、なんかウォーゾーン的な。あ、落とされちゃう。おーおーおー、あぶねあぶね。おー、キーマウかな。早い早い、編集早いね。いやもうレベル上がりすぎなんだよフォートナイト、やばくない。わお、これはうまいな。なんだこのゲームおい、なんだこれ、ミニオンズみてえな。おい、解決ゾロリかなこれ。これはスマホのバトロワかなきっと、見ていきましょう。あなんじゃこりゃペンギンさんだ、ペンギンさんとキツネが合体してる。なにこれ、ああどういうこと、どういうことお前何しに来た。迷惑なやつだな、こんな夜中にこんなうるさいわ。見て、スイッチ版エイペックスプレデターの自分のクリップですって、すごい。スイッチでプレデター持ってんの、見ていこうか。まずは1人目、2人目からのアサリ。おお、うまい。よくこんなスイッチで軽やかに動けるな。なんだよ最後これの、そっからのじゃないの。俺は何を見せられてたんだよ。続きまして、エーペックス ASMR ということで、今回結構エーペックス多いね。はい、見ていきましょうか。おーおお、いいエイム。あ、なるほどね。おーおーおおおお、いいいいエイム。あぶねえ、ナイス。はい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 。おお、気持ちいいなこれ。うおー、すげえな今ので。3人。おお、これは気持ちいい。てか特に最後のやつがめっちゃ気持ちよかったね。はい、続いてはね、 TikTok かな。プレイヤー誰かわかんないね。はい、見ていきましょう。アメシンシュート。め、ああ。ああ、めんの。やばいやばい、死ぬ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 。おお、うま。おお、資材ある。おお、からの、ん、届かない。さすがに届くよねっていうね。おお、
やっぱスナイパーって残酷だな。でもね、キルしてるが気持ちいいよな、さっきの。めちゃくちゃ気持ちいいよな。はい、続きまして、プロスピー、マックス999キロ、投手 VS 一郎ということでね。完全チート使ってるよね。本当に999キロ出るもんな。これ、一郎の顔してるか？これ、中田秀俊だよね、この顔は。背番号にチートって書いてあるやん、これ。まずは見送りました。260キロ。え、これって本当の試合であるもんなの？260キロって。ツーアウトを取る。そろそろ来るかな？最初の1球は何か。うお、来た。ゲームすら追いついてないじゃん。999キロって。もう絶対球見えないよね。次の第2球。いや、そんな変な。そりゃタイミング取れねえわ。はい、次、シーズン6ですが、時間の中で今まで一番いいクリップです。よろしくお願いします。ちょっと何言ってるんですかね。ラスイの喧嘩打ってごめんね。喧嘩打ってごめんね。なんか言ってる。おー、うまいね。もう一回見よう。弓ってごめん、ね、弓よく当てれんな。え、うまっ。これうまいわ。はい、続いていきたいと思います。いくよ。これ当てる、これ当てる。いきます、いきます。え、ガチ？ブリックショット？ボイン。お、ボイン？ボイン、ボイン。ボイン？おー。え？これマジか？マジだとしたらあっさりしすぎだぞ、これ。いや、これほんとか。ボイン。ボイン、ボイン。え？いや、あのさ、当たる前にえって言ってるよね。早いぞ、えっていうの。これ後付けだろ、絶対。イクルートゥーだとトゥー、あ、よくわかんねえ、名前。おお、いや、トリックショットの後でこれはちょっと、これ先に見ればよかったわ。The fastest area in Fortnite。 早いな、早いな。うわ、え、こういうのってマジどうやってんの。もう感覚よね。でも、いや、ちょっと遅れた、ちょっと遅れたね、今ちょっと遅れたけど、えげつないうまさ。なんだこれ、これが世界か。1秒のクリップですね。はい、見ていきましょう。なんだこりゃ。いや、確かにうまいけどな。はい、続いて、エーペックスですね。めっちゃ綺麗、画質綺麗、ありがたいね。ちょっと一旦マイクラやろうか。一旦マイクラやって落ち着こう。うん、ちょっとエーペックスね、今日やる日じゃないわ、これ。一歩間違えれば神も、そういうことですね、本当に。お？まあ、このね、AR のエームは置いといてっていう感じで当てると。何が見えた、今。画質も悪くて、もう何にも、なんか怪しいな、おい。なんか上に怪しいのがあるけど、まだ、まずはこっちを見る。行きましょうか。あ、うまい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 。編集が早い。詰めてます、詰めてます。敵を追い詰めています。おお、おお、うまい。上のクリップが気になりすぎて、あの全然集中できなかった。これ何よこれ。ちょっとこれ TikTok の闇が見えてしまうかもしれないです。コーンさん。あれ、これコーンさん何やってんの。コーンさん、君は僕にとってのかわいいタピオカミルクティーだよ。大好物さ、おいしいよ、おいしいよ。このさ、手錠メガネの方につけろよ。配信中にやばいことをしてしまった。はい、お口直しに、見ていきたいと思います。お、おお、え、まだあんの、まだあんの、まさか、え、まだ、これは、お、すごい。もうあとはないだろうと思って今止めようとしたけど、すごいね、うまい。はい、続きまして、おい、誰だ、なんだこのアホ面は。どんな顔してんの。新横浜を出ますと、次は寝よ、寝よ、昨日その顔。誰だこのアホンダラは。はい、次、エーペックスの桜さんみたいなクリップができてしまったと。実況者の桜さんですね、行きましょうか。
IQ3 かっこ1ってどういうことやこれ。おおおお本当に何してんだよお前。ちょっとエイムがちょっと迷子だぞからの起こしたいところ。そんなことある。任せとけブラザー。おお、なんでいるの。よくあるわ。俺もね、わかるわその気持ち。仲良く戦ってるボーゲだもんな。俺は逃げる。俺はひどいな。さすがに俺はこんなプレイ見せたことないですよ。本当にひどい。ちょっとアインストールした方がいいかもしんない。あかん。お、次スプラトゥーンだ。はい、初動オールキル。おお、これは見ものです。オールキルってなかなかすごいぞ。おお、うっそー。え、シャボン玉かわいい。なんだよこれ、神プレイ動画だよな。友達の新しい家ハート。ぶち殺したのかお前。なんだこの動画は。何意味がわからん。ちょっともう一回見てみましょうか。何を載せてんだこれ。おっぱいでかくなるこれで。何を見せられたの俺は。どこが神プレイじゃ。はい、次スナイパーの亀になりました。音量注意、ちょっと怖い。俺200抜いてる。ナイス、もうちょっと当てよう。なんだろう、めっちゃ当てる。クッチャーやった。え、猿山からの神ショットプレイですね今の。次、直撮りマイマイおしゃまスクランブル。うわ、ゲーセンのこれめっちゃ面白いやつやん。おお、すごいな。何これ。嘘。すげー。なんだこれ、これがプロか。この人絶対ハエたたきうまい。これ神プレイだよな。この女の子の後に神プレイが出てきます。皆さんね、しかと刮目せよ。え、そういう変化球か。はい、次ですね、How to win any 1-1、 どうやってで、ワンワンで勝つことができるかっていう感じですかね。はい、見ていきましょう。おお、このエモートめっちゃええやん。俺持ってたっけ。まさかここで勝ってしまうのか。嘘なの。またそれで避けて。おお、おお、なんだそりゃ。すごいねこれ。はい、ゴミイムからの三立て見ていきましょう。はいはいはい、まずはウィングマンはまだ発動しないと。うん、まだかな。そろそろ三立て来るかな。過激キャとゲンパネコダウンしてるぞ。この状況で3立てしたらすごいぞ。嘘でしょ。いい立ち回り。今の状況でよく勝てたな。ちょっとエペやりたくなってきたな。続きまして、相手が強いって一瞬で気づいた瞬間いきましょうか。おそういうこと。最後ちゃんと当ててな。え、でもすごいここ。相手すごいぞ。ニュータイプだこれは。はい、ということで本日最後の動画となります、神ショット。こちらフォートナイトですかね。はい、フォートナイト
だよね、これね。本当だよ、にしか見えないもん。おお、だんだん消えてく、落ちて、なんだこりゃ。はい、ということでね、皆さんいかがだったでしょうか。で、今回もすごいたくさんいいのがあった。やっぱりこの企画いいね。ゲームへの向上心がね、湧いてくるよね。はい、ということで皆さんね、この玉尾サバ、誰でも入れます。ルールを守れば誰でも入れます。皆さんぜひね、面白動画のチャットと神プレイのチャットがあるんで、ぜひそちらに、動画を、貼り付けていただいたら嬉しいです。概要欄にあるんでぜひ参加してみてください。ということで皆さん、高評価、そしてチャンネル登録、そして今日の動画でね、まあ、一番このクリップすごかったなっていうね、クリップあればぜひ、教えてください。それで皆さん、 See you!